おめでとう。6月9日に25歳になりました。高円寺に来て日々充実した日々を送れているのは周りのみんなのおかげです。改めてありがとうございます。24歳の時に仕事は変わり、刺激的な1年でしたが、今年は YouTube という新しい仕事を始めたので、店も動画も気を引き締めて頑張りたいと思いますので、応援よろしくお願いします。